イエスと語るニコデモニコデモは新約聖書のヨハネによる福音書に登場するユダヤ人イエスに共鳴した人物として描かれている。ヨハネ福音書によればニコデモはファリーサイ派で最高法院の議員であったがイエスに敬意を払っており夜ひそかにイエスを訪れ問答をする。ユダヤ人指導者たちがイエスを非難する場では我々の立法では 罪の証がなければ裁かないではないかと彼を弁護している。イエスの処刑後は、使徒や他の弟子たち、有股屋のヨセフと共にイエスの遺体を引き取って埋葬している。聖教会の伝承では、ニコデモはこの後キリスト教徒となり、ユダヤ人に殺されて殉教したとする。復活大祭の2週後の手術にイエスの法りに参加した他の人物、有股屋のヨセフ。 傾向女らと共に記憶される。新約聖書外典にはこの人物の名前を取ったニコデモによる福音というものがある。伝説によれば、後に木彫りのキリストの宅形像を制作したという。イタリアは、ルッカのルッカ大聖堂に現存するボルトサントである。池田賢治、カラー版イタリアロマネスクへの旅。2009年、106ページ。 ISBN 978から4から12から101994から3ありがとうございます。